高崎競馬場で新競馬場開催をアピールする新高崎競馬応援団新高崎競馬応援団とは廃止された高崎競馬場の関係者によって2004年12月に結成された団体である。当初2005年5月に新競馬場を開設する目標を掲げていたが行政の協力が得られずに計画は頓挫。現在は活動をほぼ休止している。 2005年5月、同じく3月に廃止された宇都宮競馬場の関係者も含めた形で再出発しようと、レーシング伊勢崎クラブへと名前が変わったが、解消後の目立った活動はない。2004年秋、群馬県営、高崎競馬は赤字経営を理由として廃止の方針が打ち出された。この方針に強く反発した一部の調教師、機種、厩務員、 バッシュラが中心となって、夢競馬を作る会、チームフェニックスが旗揚げされる。この時、高崎競馬の長期会の会長派は廃止賛成の方向へと大きく傾いており、チームフェニックスはこれに対抗する、存続派によって作られた。チームフェニックスは署名活動、行政への働きかけのほか、地方競馬参入に興味を示していた、ライブドア社長の堀江高文を群馬に招いて、 小治県知事と会談を実現させるなどしている。しかし、ライブドア参入は県によって却下され、高崎競馬は2004年12月31日をもって廃止されることが決まった。こうした中、チームフェニックスのメンバーらによって、高崎競馬のトレーニング施設であった、境町トレーニングセンターに新たな競馬場を作ろうという計画が持ち上がる。 その計画に賛同する関係者とその家族によって結成されたのが新高崎競馬応援団である。チームフェニックスの活動はテレビ東京のドキュメンタリー番組ガヤの夜明け、優秀の叫びから存続か廃止か揺れる地方競馬として2005年1月18日に放送されている。高崎競馬場から東へ約20キロの位置にあった競走馬のためのトレーニング施設。 境町トレーニングセンターには一周1200メートルと本場とほぼ同じ広さを持つ長距離コースのほか、旧車、関係者のためのアパート、レース前日に騎手が滞在する調整ルームなどが点在していた。高崎競馬に所属する馬は、ここから馬運車で輸送されて競馬場へ向かった。土地は群馬県と民間人が所有しており、群馬県は地権者に借地料を払ってきた。 高崎競馬の廃止に伴って、堺町トレーニングセンターも閉鎖となったが、新高崎競馬応援団は当時、この施設を利用して、競馬場を作ろうと考えた。堺町トレーニングセンターは、平成17年度より、渋谷武久代表取締役らを中心に、組織された、堺共同トレーニングセンターとしてリニューアルされている。さらに、このトレーニングセンターは多いなどの、 南関東地方競馬の外馬矢先としても指定された。廃止された同じ北関東ブロックの宇都宮競馬場の下長調教師も境取れ線で旧車を開業させている。新たな競馬場は黒字化が絶対条件と考えた新高崎競馬。応援団は1日後レースで年間54日間開催するミニ競馬場構想を計画した。 1>, 1日の競馬場の入場者は300人程度だが、馬券はインターネットや都心の場外施設でも販売する。この計画によれば、年間の運営費は約6億円。馬券の売り上げで不足する分は、境町トレーニングセンター内の旧車を貸し場棒にして、収入を得ようとしていた。つまり、育成施設と競馬場を併存させ、 育成で得た利益を賞金に回そうというアイデアだった。この他、ネーミングライツの販売や日本中央競馬会からの助成金も収入として試算されていた。新高崎競馬応援団はこのための運営会社を起業しようとしたが、登記直前、内部事情により断念した。ミニ競馬場構想に関しては、計画の見通しが甘いのではという批判も大きかった。 新高崎競馬応援団は2005年1月4日、移籍先のないサラブレッドの引き受け手を募る競争馬をもらって、かよ、境町トレーニングセンターで開くことを決めた。この際、休養のため、栃木県那須に放牧されていた高知競馬場所,所属の春うららが、馬主の安西美穂子と共に来場することが発表された。当時、安西オーナーは春うららを管理していた。 総医師大長教師の意思に反して移送しており、ファンから反発を買っていた。そのため、新高崎競馬応援団の行為にも多数の避難が寄せられ、春うららの招聘は中止。代わって、総医師大長教師を呼び寄せ、安政オーナーとの和解を仲介して、記者会見を開くことになった。この記者会見は、スポーツ紙などで大きく報道されたが、新高崎競馬応援団の存在はほとんど、 くれられなかった。また、春うららは、高知競馬に戻らずにそのまま引退となった。堺町トレーニングセンターが競馬場として機能できることを訴えようと、2005年1月23日に、ファン200人を集めて模擬レースが行われた。4頭縦て1200メートル線がに案が組まれ、矢野孝行き、諸木久次郎、佐川久吉らが起乗した。もちろん馬券の販売は行われず、 予想が的中したファンには、景品が配られた。しかし、こうした行為は、堺町トレーニングセンターから、馬と人を退去させたい、群馬県や、競馬組合と対立を深める原因にもなった。ミニ競馬場構想では、堺町トレーニングセンターに育成馬えば、休養を受け入れて、収益を上げることが不可欠だった。また、競馬場開設まで関係者の収入を確保する、 手段も求められていた。そのため、新高崎競馬応援団は、中央競馬や南関東競馬の場所にダイレクトメールを送ったり、馬事通信に広告を掲載するなどして予託馬を集めることにした。予託料は1ヶ月13万6500円。新たな馬の入給を禁止していた群馬県からも、一時的な措置として入給禁止会場を取り付けた。 2005年1月中旬から予託場の入居は始まり、一時は100頭近くまでになった。立ちのきを求める群馬県は、家賃等の受け取りを拒否したため、調教師らは法務局に協託する手段で対抗した。2005年1月27日、荒井寺郎調教支宅の防風林として植えられていた約30本の木々が、群馬県競馬組合の職員によって無断で伐採された。 また、ドアも開けることができないよう釘を打ちつけた。この時、荒井町教師は不在だった。新高崎競馬応援団は、恋の嫌がらせだと抗議。競馬組合は詫び状を提出した上で過失を主張した。この事件は民事裁判にまで発展したが、和解によって終結したため真相は明らかにされていない。群馬県と新高崎競馬応援団の 緊張関係を象徴する出来事だった。新高崎競馬応援団はインターネットで競馬ファンの支持を集めたいと考え、ブログを解説して情報を発信したり、ファンクラブに登録してもらってメールを送信するなどしていた。さらにこうした活動を広げようと競馬関連のサイト、ブログを運営するファンに声をかけて2005年2月16日に東京湾の戦場で開いたのが、 1> 第1回有識者会議である。この会議の詳しい内容は非公開とされたため、インターネットでは透明性を高めるべきだと批判する声もあった。以後、有識者会議は活動が休止するまで開かれることはなかった。2005年3月20日、ファン250人を集めて第2回模擬レースが行われた。前回と同じ4頭縦1200メートル線が一案、組まれ、 ミスター・ピンクの愛称で知られる、内田敏夫のほか、三井健一、赤道博、諸木久次郎の4機種が起動した。レース終了後は、トークショーや、旧車見学会、ミニ競馬場構想の説明会も行われた。だが、これが、ファンの前で行われた新高崎競馬応援団による最後のイベントになった。新高崎競馬応援団の活動は、 円満に競馬場を廃止に幕を引きたい、群馬県と常に対立する構図で行われてきた。そのため、参加する調教師の中には新高崎競馬応援団の方針に不満を持つ人々もいた。2005年3月、新高崎競馬応援団が運営会社の法人登記をしようとする直前、調教師の半数が分裂。群馬県の反対する競馬開催は諦めて、 堺町トレーニングセンターを育成施設として再生する堺共同育成センター案を発表した。育成センター建設派は第2回模擬レースへの協力も拒否し、日常の調教でもたびたび両者の間でトラブルが発生するようになった。群馬県は堺共同育成センターを認める代わりとして調教師らが県への対抗策として行ってきた家賃の 協託を取り下げるよう要求した。2005年7月、友倒れを懸念した新高崎競馬応援団の長教師らは協託金を取り下げ、境町トレーニングセンターから撤退することを決めた。こうして、半年強にわたった新高崎競馬応援団は、実質的な活動を終えることになった。中心メンバーだった、法利勝弘長教師は、大規模育成施設である、 ゲームホースパークの馬長へ就任した後、笠松競馬場に移籍。森山秀夫調教師も、法理より前に、笠松競馬場へ移籍している。境町トレーニングセンターに残った、調教師らは境共同トレーニングセンターを設立。2006年初めから予託事業に乗り出している。2006年8月11日、境共同トレーニングセンターは、南関東地区における、 認定旧車所在施設第1号となった。ありがとうございます。